えっと今期は沸騰した時なんか60年代のファッション写真を見たところから始まったんですけどなんかそのファッション写真っていうのがなんか女の子がたくさんいてすごいなんか大胆に露出してすごい色使いの明るい服を着てなんかみんながすごい笑顔でいる写真だったんですね。それを見た時になんか今のファッションのムードにはないなんかなんだろう。う なんか人を明るるくしててていような風に感じていてなんか同じぐらいのタイミングでその60年でリサーチした時になんかまあピエール・カルダンとか,なんかああいうデザイナーがやっていたことっていうのはなんかファッションを通してなんか明るい未来を模索してたり当時見たことなかった宇宙を見てたりしたように感じていてなんか僕はちょうどその彼らが作った50年後の世界に今いてその時にいない僕だからこそなんかそれを。 踏まえた上でなんかその今のムードの中でなんか今自分がなんかなんだろう装いによってなんかちょっと先の未来が明るく見えるようなコレクションが作りたいなっていう風に思いましたなんか今まで1シーズン目から3シーズン目でやっていたなんか若い部分のなんか精神性とかそういう若さみたいなものとなんか先シーズンからはなんかひたむきにファッションとか服とかなんか装いに向き合いたいなっていう風に思っていてなんかそれを ななんんかかそれのなんか自分なりに今回すごいいい落としどころが見つけられたような気がしていてなんかそれプラス今自分が考えているなんかファッションかいうか、と、装うこと自由に装うことなんかそこの明るさみたいなのをなんかすごい最近考えていてなんかそこの部分にフューチャーした表現ができたんじゃないかなっていう,ふうに思っています。